じゃあちょっとどっか座って話しません？あ、鳩がいっぱい、鳩の方がいいもん食ってますよ。ほら、ツッチ。ツッチ、水とさ、シロップしか飲んでないのに、鳩なんかほら、ある、ある。ほら、ここ以来の鳩の方がよっぽどいいもん食ってます。何食ってんだよ。じゃあちょっとここに座って。ほんと、こんなさ、ぷっくぷくに肥えた猫。こんなにぷっくぷくに肥えた猫がさ、こうやってさ、近所をね、楽しそうにさ、走る中さ、こんなにガリガリの。黒い猫が。ああ。こいつらの方が全然いいもん食ってます。え、スッチ見て。これ、こんないいもん食ってますよ。猫、猫ちゃん。だってあれ、グレード高い。プレミアム。そこにあの家の近くに。はい。だってプレミアムのほら、ほら、黒缶っていうの食べてるもん。プレミアム。スッチ、これ、これ食った方がいいんじゃないの？あれ本当は余裕あるんじゃないですか？ずっと水ですか本当に。もう長いことが立てないから座りましたよ。あ、すいません。そうですね。座った方がいいです。じゃあ、ちょっと。はい、いやー、じゃあちょっと今後のさ、だってこうやって例えば、来るたびに僕が例えば5000円渡したとしても、その根本的な解決にはならないわけなんですよ。そうですね。そう、だから結局誰かのね、その、お金出せる人が出して土を養うって言っても無理じゃないですか。だったらあのやっぱりねこの土をちゃんとまず生活保護を受けさせる。じゃあ一緒に行きます？今度区役所。僕が説得するから。まだちょっとハングリーさがちょっとないんじゃないですか。自分が死に面してるっていうの気づいてないから。まず仕事をどうするかで、はい、まずあの追ってあのいくつかあの、うん、また。あの出さなきゃいけなくて、うん、であのいきなりあの、まあ、海外行ってたとかっていうのは、うん、あの仕事を探してじゃあ受かりましたから来いって言われました、うん、でミャンマー行きました。ミャンマー行きました。でミャンマー行ってじゃあ仕事はって言ったらな単なるあのなんかこよくわかんない制度で月 3万日本円で3万円、うん、なんかカラスがさっきから仲間に向けてツッチがもしかしたら死んだら餌にしようっていう感じでなんか、あいつ泣いてますよ。あそこの木の上で。ハイエナみたいな感じで。もうちょっとで餌が出来上がるぞって。やばいな、これ。マジでこれ、ここ今ギリギリのほんと崖っぷちに立ってるんですよ。こっから先行ったらもうあの、多分、吉野家とかも入れなくなりますよ。もう、あの、汚い人お断りっていうなんか、今、フレグランス的にギリギリの状態なんですよ。その、結構今本当にえお風呂最後に入ったのいつですか？1月じゃないや12月31日。じゃ あやっぱり大晦日だから自分で生命の危機感じることあります？そうあの一日中あの胃が激痛してあの吐き気がして、うん、あの動けないですね。ほらそれなんとかしないと。やっぱり食べるものは絶対食べた方がいいし、お風呂まず入ってきれいにしてから行きましょうよ。そうじゃないともうこれ、うん、崖っぷちで、こっから先行ったらもう終わりですから。あの、銭湯も入れなくなっちゃうから。ホームレス、ホームレス認定されると世の中っていうのは本当に きついから。まともなね、人間としての暮らしが送られてない。気づいてないんだよ。これで気づかずに、ぽっくり死んじゃうんだよ。ある日。あの、栄養がなくなって、ツッチ、死ぬってこと考えたことあります？そのうちもうね、うん、あの、初めは死ぬとかっていうので、うんなんか、多少の拒否感って出てくるじゃないですか。プライドで死ぬのかねとか言ってるよ。で、ところが、うん、その今出たプライドっていうよりか、うん、あの、要するにもう、ここで死んでもいいやっていうのが、ダメダメやっぱり直、死んで、じゃあ、時に何が残るかというのを考えた上で、うん、結局、じゃあ死んでもいいな、もうどっちみち、腐って消えるか、あとはその、遺書見てそこで後で炎上して、うん、ああ死んで、ああこういう人だったねってお手を残すか、まあ、これですよ皆さん。そんな感じになるんですよ。あのね、ホームレスになるタイプの人もほとんどがツッチータイプなんですよ。今世の中にホームレス溢れてますよね。ほとんどがこういうタイプで、その、まあ言ってみれば人間としての立ち回りが下手くそなんですよ。で結局こうなっちゃうじゃん。弱者になっていくわけよ。ねえ。
だから僕はまだね、ツッチ一応多少はさ、僕の人生とすれ違ったからこうやってやってるけど、道に座ってるホームレスになんか僕絶対こんなことやりませんもんね、掘り葉掘り聞いたり。ダメなんだよ、だからね、よかったよ、ツッチーは僕とかと、あの、人生のね、こう、すれ違いざまに少しだけ触れ合ったから。だから、こう、今がこうあるわけじゃないですか。結構イケメンだよな、ツッチーって。ありがとう。なんか、役者とかに向いてそう、ほら。あのさ、NHK のさ、大河ドラマ作ってる人、こういう落ち武者の、落ち武者って言いません？あ、落ち武者、あの、インド人にも落ち武者って言われています。そう、なんか、神々しいんだよ、もう。その、悟りを開いちゃってんの、ツッチー。ねえ。もうだからそんなミャンマーのところ行ったりとか、そんな仏教のところ行ったりとかしたり。だからね、これね、使い道はね、ツッチーの使い道はね、まともな仕事じゃないんですよ。そうやってやっぱね、イレギュラーの何か、まあ落ち武者役だったり、そういうこのね、1ヶ月間水だけで過ごしたその経験を生かして、あのアフィリエイトで食ったりとか、なんとかするしかないんですよ。ね、肉体労働とか無理だし、社会不適合だから、人とね、コミュニケーション取ってね、仕事とかできませんから、クズですよ、言ってみれば、人間のね、クズなんですよ、ズッチ。その事実から目背けないでください。まあ、もうクズなりにあれしかないですから、そう。それで、やっぱりみんなと同じことをやると、みんないい、普通にいい人の方が優先されちゃうので、うん、そうすると、ニッチな方で誰もやらないところをやらなきゃいけないので、うん、そうそう、結構そういう、その誰もしないことを、うん、やって、結局その支援がいかないとか、うん、で気がついて遅れて、じゃあやりましょうって言ってやってる時に、結局他の方にも気がついてばっくり食われちゃったとか、そうやってですね、ツッチの悪いところはですね、いっぱいこういろんな頭の中で理屈をこね回して結局できないんですよ。だからそういうなんかね、防御本能、ちょっとしたプライドとかで、もうそこ全部ね取っ払ってですね、もうもがくしかないんですよね。で、そう、あと、うん、この年になると、うん、記憶が1秒で忘れたりとか、結構ひどい。ほら、47にもなると。結構ひどいですね、うん。お前が雇ってやれって、こんなやつ雇うわけねえだろ、おい。こんなやつ雇うぐらいだったら、中学生雇うわ。中学生。小学生だね。小学生とか。小学生の方がよっぽどさ、言うこと聞くしさ、ぐちぐちめんどくせえこと言わねえし。だから、雇う側としては無理なんですよ。だからやるんだったら、もう自分で、もう、こうやって発信して、動画アップしてさ、クリエイターこなんとかで食うとか。まあ、あと、うん、キョコタン先生は、タイに隔離しとくとか。あ、何言ってんの？え、僕よ。そして、うん、企画としてそこで、何かできるか挑戦をやるとか。なんで僕がタイに隔離されて、ちょっと、この人、土地狂ったこと言いましたよ。というネタを出してる。スッチーの話をしてるのに、なんで僕をタイに隔離して、2ヶ月間、何ですか、それ。まあ、そういうネタもみたいな感じで、うんうん、やる企画みたいなことしてもいいんじゃないのっていう話。あ、僕が？僕が？いや、なんで上からなんですか？おい。いや、そういう意味じゃなくて、はい、例えばそういうような、うん、玉山先生のみたいに、こういうふうに やるみたいな感じで、うん、私をどういうのかその隔離して、うん、そうそう、やるにしても、まあ、海外で、まあ、音の海外で何回やりたいですよね、なんかね。やってもやれると面白いよね。でもそれで結局なんかさ、結局向こうでお金がなくなって騙されてさ、帰国ずっとできなかったっていうさ、過去もあるじゃないですか。そうですよね。騙されやすいし、なんかもうね、おかしいんですよ、人間としては。まあ、自分がまず人間として劣化、劣等、不適合な人間っていうのは認めてるわけじゃないですか。あれ認めてないの？あなたは人間として社会不適合児っていうことはまず認めてますか？ですね。ですよね。ダメ野郎ですね。ダメ野郎です。それを認めるのはまず第一歩。そしたら自分ダメ野郎なりに何ができるのか。何が直結してマネーに結びつくかって言ったら、まず、労力から関して莫大なマネーが来るのはやっぱ生活保護と、あとはそういうネット関係のアフィリエイトとか。うん。で、例えば、食べ物関係をやりましたっていうと、なかなかもう当たんなくなっちゃったんですよね。うん、ね、そのビッグビジネスなんかいいんですよ。目先の1000円、2000円をもらうための動きをまずやるべきなんですよ。だって、現にさ、その目先の1000円、2000円がないから、こうやってさ、1ヶ月も水だけで暮らしてるんですよ。水とシロップだけで。ねえ、ツッチ。15年前のシロップです。15年前の、賞味期限が切れまくってる15年前のシロップ。そうそう、メープルシロップ。そうそう、1998年ってやつ。でもそれがあったからさ、生命線をつなげたわけなんです、多分。ね、水だけじゃ無理。まあ、水だけは無理です。まあ、貧血対策ですが、うん、
でも貧血はなくなるわけじゃなくて、うん、とりあえず歩くのが多少増えたねっていうくらい、うん、いや本当ね、命の危険なんですって皆さん。僕がこうやってね言わないと誰が言うんですか。ちょっとねきつく言ってんのもね、土のためを思って僕は言ってんですよ。自分のね将来をね、土にね、僕の将来の輝かしい選択肢の一番最低ラインを一応土に僕置きましたんで、10年後まあないけどね、こんなありえないけど、僕の方がだってやっぱりさ、僕ってさ人間としてさ、その上位種だから、土と違って、土は貝じゃん、あのババコンガじゃん土、僕はその亜種だからね、ええ、